いやあ、刹那圭介だよ。よっしゃ、今回こそこれの真理にたどり着いてみせるわ。さて、どうするかな。とりあえずガソリンさっき取るか。ガソリンどこやったっけ。あれ、ガソリン。もうあいつには慣れた。あいつには他のは慣れてないと思うけど、あいつには慣れたよ。ガソリンどこやったっけ。こっちか。すっごい忘れとるな。ガソリン、おーい、ガソリン。ガソリンはいいけど、こいつ後ろのやつ離さんかったら、ガソリン取るときに方向転換とかで。ガソリンどこや。それはそうだ、ガソリンどこや。ガソリンどこやったっけ。違う、いろいろ違う。あれ、ガソリン、ガソリン、おい、ガソリン。あ、こっちじゃ。あれこれだ。後ろとの距離いけるかな。わあ、ちょっと感度低く。なんか前やった時よりも感度低いぞ。っていうかあれやな、一旦こっち行ってから距離稼いでからあのところ行かなあかんのかな。というわけで、ちょっとガソリン取るついでに距離稼ぐ作戦。どっちやったっけどっちや、あ、こっちかなだったかな。あ、間違えた。違うやん、違うやん。で、また距離稼ぐためにもう一丁違うところ行く、違うところ行こう。何やったっけ、こっち。あー、これまた探求済みのあの顔のやつじゃ。こっち行っても意味があるかどうかぐらいのレベルやもん。ほら、これ避けろ。避けた。そして入った。しかし、あれあれ、あのね、マネキンの顔みたいなやつは、あいつ別に出てくるだけだったんじゃ。綺麗に避ければそれ以降追いかけてこんかったんじゃ。やった、重要アイテム2つ目手に入れたわ。よっしゃ、階段行こう。さっき階段行こう。つうか、もうあのマネキンボーイがおるところ行かんでいいんで。階段じゃ、階段行こう。階段は前クリアしたことあるけん自信あるわ。あれ、階段どこやったっけ。こっちじゃなかったー。距離近、あれどこやったっけ。階段階段どこやったっけ。壁沿ったら絶対あると思うんやけど。あ、そうか、こっちかな。こっちの方にあったんか、階段の方は。やべ、方向感覚絶対おかしい、これ。方向感覚おかしい、これ。自慢じゃないけど、俺、方向音痴なのに、そのくせこれやけんな。ダメだ、僕ダメだ。階段のところ行けそうな気がしないわ。あ、でもこれまたやまだこっちの壁にはなかった。じゃあこっちだっていうパターンだ。電池だろ。
それはいいけど、電磁取ろう。距離離しとるらしい。あの顔のやつとは距離離しとるらしい。いけるぞ。確かこっちの方一挙ったらあるんじゃよ。近いな。よっしゃ、階段。ここはもういける。ここはもう得意じゃ。初見で綺麗にいったけんな。へい、なめぷ、なめぷ、あい、なめぷ、来いや。来いや！本当に来えへんで。どうしたん？え？本当に来えへんで。え、なに？向こうがなめぷしてきたんやん。俺がなめぷしたら向こうもなめぷしてくれるシステムなん？やったね。やったけどさ。やったけどさ、できればこっちまで、さ、引き寄せて、それで出て行きたかったんやけどな。その音気になるんよな。なんやろうな。早く出て行った方がいいし、ガスルケン出て行くけど。川のやつどこ行った？今音が聞こえて、こ、消えていったってことは、家のところまで来とったんか。ラッキー。よっしゃ、この調子で最後行くぞ、最後。行けるぞ。行けるんぞ、俺は。電池も十分あるし。迷路で迷わんかったらいける。あれ、迷路どこやっけ？あー、ここぞとばかりに追いついてきおった。あれ、迷路どこやったっけ？え、建物の場所川寄るか、もしかして。スタートするために川寄る？なバカな、そんなバカな話はない。絶対あるはずなんやけど。入ったと。パンクだけなんやな。あ、こっちだ、こっち。隣やん、隣。何バカなこと言っとんだ俺。このルートがまだ覚えれてない。いまいち覚えれてない。なんだったかな、確かこっちかな。あ、こっちっぽいわ。ほら見てみ、やった。で、ここさっきと同じように、じゃあさっきもやった。こっからのルート、脱出のルートが、脱出のルートの方が覚えてないよな俺。顔おるかもしれんけんな、どっかに。出てくるなよ顔。近いな。ちょっと音近いよ。あ、いけた。よっしゃ、いけた。あ、これでもういけるだろう。しくじるなよ、バイクの操作ぐらいしくじるなよ。トンネルの方行った。え、こっちでいいん？ダメやないかーい。ダメやないかーい。そっちじゃないんかーい。これを全部ミスなしでやれってことやけんね。よっぽど精神が強ないとできない。あれ？あれ？おかしいな。今の何がアウトなんだろうね。貫通するとかないっすよね。ないっすよね、もう。貫通するとか。恐ろしいわ。最近の化け物って恐ろしいわ。幽霊って恐ろしいわ。執念深すぎるんじゃ。大体なんなんこいつら。俺に何の恨みがあって追いかけてくるんじゃ。なんなん、お前もしかして、高校時代に500円貸したっきり、貸してもらったっきり、返さんかったあの田中くんか。500円ぐらい別にいいやろ。そしてこいつは、こいつら、俺が、エースになるために階段から突き落として怪我させた田中くんか。おい、確かにお前階段から突き落としたよ。突き落としたせいでお前そんだけ
ゆらゆらした足取りになったけど、なったけどちょっと許してくれへん。死んでまでここに俺を追いかけてこんでもいいやん。おい田中、あと500円貸したからって死んでもなお、ちょっと出とる。ちょっと網無視しとった今。ちょっとさらっと網無視せんといて。うん、500円借りて返さんかったけんって幽霊になってから追いかけてこんといて。顔だけって。確かに何お前、トマト食った後みたいに口赤すな。睡眠不足みたいな目すな。貫通しとる、お前。時折お前さ、出てこんといて。網つけて出てこんといて。そして待ち伏せとん、うん、待ち伏せんといて。けどどうしたもんか。あ、そうか。多分バイク乗った時はここをジャンプ台にして上、向こうを越えるんやな。すごいな、ジャンプ台用意しとるわ。どうするこれ。どうもー、帰れー、帰れ帰れー、死後の世界に帰れー。戻ってきた、戻ってきたで。いやー、なんか動物園でさ、今にも肉を欲しそうにしとるライオンのごとくです。これ見たらちょっとさ面白い顔したんだ。ドア開けてみようか。ドア開けて、ドア開けて、あー開けた瞬間厳しいな。僕の実力ではここまでです。はい、というわけで今回完結はできませんでしたよ。完結はできませんでしたけど、惜しいところまで行きましたよ。メジャーリーガーを目指すつもりが、マイナーリーガーのメジャーの一つだけ下のトリプル3、トリプル A ってところまで行けたぐらいですよ。例えば分かりにくいでしょ。惜しかったですよ。惜しかったんで、ここで終わりにさせてくださいよ。検討賞ってことでいいでしょ。というわけで、今回はこの辺で、このゲームをクリアしてくれることを、してくださるような人をお待ちしております。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。